昨日、天音に買ってきてもらったジュース。重い。嘘、それはちゃんとチェックしてるわよ。ありえないって。本当よ、これ見てみなさいよ。ほら、5月3日って書いてあるでしょ。1ヶ月も？ちょっと貸してみて。みちる。何よ、別に責めたりしないわよ。ただ完璧主婦を演じるあなたにもこういう弱点があるということを認め、今年何年か行ってみなさいな。バカにして。今年は2012年でしょ。それぐらいは。2011年です。ん、え、そうだっけ。そうです。あ、じゃあそれ、その表示って、その。ええ、そうよ。ここに書いてある賞味期限2012年5月ってね、あと11ヶ月先なの。だから賞味期限切れてるとか言いがかりなの。なのにあなたは。夕飯の準備しなきゃ。あまねも悪かったわね、引き止めたりして。待てこら、人にしょうもない勘違いで疑いをかけたことについて謝罪しろ。逃げやがった。あ、ユージ君見てた？あの子を何度も相手にしてたらそういう反応になるでしょ。